バーン・クラークはアメリカ海軍の軍人大将。2000年7月21日に第27代アメリカ海軍作戦部長に就任した。アイオワ州、スーシティで生まれ、ネブラスカ州で育つ。エヴァンジェル大学を経てアーカンソー大学を卒業し経営学習士を取得する。その後、海軍幹部候補生学校に入学。 1968年8月に卒業し、海軍に入隊する。下級士官であった頃には、DD-701 ジョン・ウィン・ゲート・ウィークス、DD-710 ギアリング、FF-1038 マックロイ、DD-963 スプルーアンスなどに乗り組勤務した。その後対戦推薦学校、第17駆逐隊司令。 第5駆逐隊司令を経て将官に昇進し、c v n 七十カール・ビンソン空母、打撃軍権第三巡洋駆逐軍司令官を経て、第二艦隊司令官、大西洋艦隊司令官に就任する。陸上勤務では、海軍作戦本部システム分析局長府、特別補佐官、海軍、作戦次長府対戦作戦担当副官などを務め、統合作戦本部では、戦略計画、 政策部、編成、資源、評価部の部員を経て作戦部の部長に就任した。2000年7月21日、第27大海軍作戦部長に就任する。2001年には、統合参謀本部議長の候補に上がるが、空軍のリチャード・マイヤーズが選ばれた。2005年7月22日に退役する。ありがとうございます。